声優さんはランク制だっていうのをみんな知ってるよね。アニメの値段が1万5千円から始まって1万6千円、7千円とかってなっていくんだけど、でもそのランク制にジュニア期間っていうのは1万5千円買取なんですよ。そこから何年か経つとランク料金がついて、まあかける 2.5 とかで二次使用料込みで買取してもらうのね。そのタイミングになった時ランカーっていうのになるわけですよ。そのタイミングで仕事が減るんです。ポンって減る時期に多分干されたってみんなが感じるんだと思う。よく考えてください。私たちはそれで1本分で 2.5 倍もらってるんで、仕事が半分になったとしてもお給料もらえてるんです、今までよりも。みんなはね、この混乱するのがランクがつくタイミングが違うんですよ。私がデビューした頃はジュニアって2年だったで、この25年の間に4年になったり3年になったりしてるんだ。外側から想像してる人はそうなんだよね。